おはようございます。釣り子 TV です。待ちに待った。これが届きましたよ。でかい。ねえ。おお。ねえ、デプスって書いてありますけども、デプスのウェーブメンバー限定のあるものがね、届いたんで、早速ね、開封していきたいと思います。で、今日はね、一挙に3つ、ね。届いているんで、まあね、どんなものかね、ちょっと楽しみなんで、早速開けていきたいと思いますが、まずこれ解除して、おぉ、映ってるかな？はい、解除しました。まあ、こんな大中小ってね、こういう感じで、届いているんですけども、じゃあね、どうしようかな。でっかいのから出てきますかね。これでっかいやつ、ね。はい、こんな感じの入れ物に入っていて、じゃあね、ハサミで、ね、どんどん開けてきますかね。いやー、重みのほか、でかい入れ物なんで、どんな感じなのかな。よし。横から出せる。おお、来たー。じゃじゃーん。はい、ランディングネットですね、これ。うわ、でっか。はい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 、ちょっと出してみますね。うわー、ねえ、ネットの画像とかで見たらあんまりよくサイズ分かってなかったんで、これ届いてみるとね、でかいっすよ。ここで、あ、はいはい、これね、こんな感じになっていて、ここをクイッとやるとね、解除されて、ジャキーン。おお、どんな魚を捕まえるんだっていう、めっちゃでかい。で、あれね、軽い。ちょっとお高いかなと思ったんですけど、ね、ここ、絵の部分がね、めっちゃ軽いな、これ。で、そっか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 。じゃあちょっと見ていきますよ。これね、後ろがこういう圧縮コルクのね、エンド部分があって、こうなって、こうなって、で、ここかっこいいっすね。こういうね、サイドワインダーみたいなね、感じのロゴが入っていて、おー。で、こうなっていくんですけど、ちょっと映りきんないっすよね。こんな。これは、超デカバスが来ても、大丈夫ね。ちょっと想定よりでかかったな。まあ、デプスらしいといえばデプスらしいんではないかなと思うんですけども。まずね、こういったランディングネット。はい。はい。ちょっと想定よりでかくて焦ってます。はい。これと、じゃあ、次。じゃあ2個目ね、これを開けていきたいと思います。1個目もランディングネットだったんで、まあこちらもランディングネットなんじゃないのっていう感じで。で、3種類発売されていて、で、どれ買おうかなーってすごい迷ったんですけども、ね、サイズ感とかわかんないから、もう全部買っちゃえっていうことで、ね、全部買ったんですけど、はい、2個目。これはこのサイズ感だな。俺はレンタルボートとかで使うんだったら、これ、あ、こんな感じですね。ちょっと後でサイズ比較なんかもしますけども、こんな感じのランディングネットで、やはりですね、ここにこういうポッチを解除すれば開くかな。あ、ここね、
引く。で、引いて、チャキーン。はい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 。あ、使いやすそう。軽い。スポッと、デカバそう。ね、机そう。まあ、レギュラーサイズなんかもね、すごい使いやすそうな感じですけど、こんな感じですね。で、また、見ていくと、こう、エンドの部分から、ここですね、こう、サイドワインダーね、書いてありますね。こういう感じで、ロゴが配置されていて、このなんか、ね、カーボン平織りみたいな感じのね、柄がかっこいいじゃないですか。で、ここら辺がマット仕上げになっていて、この持つところはね、ちょっと滑り止めみたいになっているんですね。うわー、これ使いやすそうなサイズだな。まあ、俺はこれで十分なね、ちょっとあっちのやつ、あれ、どうしようかなっていうデカさですけど、あ、でね、ここね、よく見ると、ここもね、なんか、カーボンで巻かれているみたいな感じのね、そんな感じのフレームなんですけども、で、ラバーコーティングされているね、ちょっと魚に優しげな網の部分があって、わー、これはボートなんかで、こう、エレキのヘッドにね、ポサってかけて、ですぐこう、つかみやすいような、ね、で、全体的にね、まあ、さっきの大きいやつもそうなんですけど、結構軽い。ね、こういう、なんだろう、ラバーコーティングされてるネットって、って感じになりがちなんだけど、これね、なんか、すごいね、使いやすそうな重さなんですね。すぐにこう、コントロールできそうな。ね、さっとね、さっと魚を、すくいに、いけそうな、そんな軽快な感じに仕上がっております。これと比べるとね、ほんと、だいぶ、これでっか。シーバスなんかにはいいかな。ちょっとエガーシーバスの俺がやるボートだと短いけど、ただチャーターボートとかね、原価低い、シーバスボートなんかでは使いやすそうですね。まあ、だいたい、この深めに作られてるのがいいですね。一回なんかもう中に入ったら、ね、なかなか逃げられなそうなね、そんな感じですね。はい、じゃあ、これと、これ、ね、はい。で、もう一個あるんですよ、もう一個ね。はい。じゃじゃーん。3つ同時に届きましたんで、どんどん開けてきますよ。これもランディングネットなんです。どんだけ魚捕まえたいんだよっていうね、感じですけど、まあ、3種類出たんで、3種類買っとこう。こういう意気込みなわけですよ。はーい、じゃあ3個目。ダダダダダー。あー、これまたいい感じかな。これは、はい。ああ、相変わらず軽いなぁ。で、これはちょっと細かいパーツね、見ていきたいですね。こういう感じですごいコンパクトにね、なっておりますが、ね、ロゴがあって、で、こういうのね、なくしがちなんで、脱落防止のこういう金びらとかがついていて、で、こういうね、リシコードみたいなのもついていますね。これはおかっぱり用のネットですね。じゃあちょっと早速これもね、伸ばしていきますかね。ここクイッとやって、はい、チャキーンと、はい、来ました。あー、いいね。軽いね、これね。でね、ここグリップのところが、これかっこいいですね。っていうね、この感じっす。メンバー限定でこんなね、これお店に売ってても買いたくなっちゃいますよね。これすごいいい作りだな。で、じゃあこういう、まあ、おかっぱりで使いやすいような、でも50アップなんかはね、すっぽりね、さっと入れられそうな、ち
ょっとこう涙型の形状になっていて、でおかっぱりのやつだからこれは伸びるってことでいいと思うんだけど、あれどうやって伸ばすの？あ、これ俺初めてだな。今ちょっと分かんなかったんですけど、ここがこういうネジになっていて、通常の時はこれで結構伸びないんです。不意に伸びない。ところがこれクイッと半回転させると、半回転1回転だな、ここが解除されて、でこっからスル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 ーっとね伸びていく。ちょっとね、こうなってこうなってこうなって、だん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 、はい、こんな感じ。これは長さ的にはちょっと高いところでもいけますね。護岸なんかで微妙にっていうところが増えれば十分かなって思ったんですけど、こんだけ長さがあれば少し困ったぞって時なんかも使いやすそうなサイズと、こう縮めていって、ここでねこう不意に脱落というか、まあビヨーンってね伸びていくのを防ぐ機構がついていて、でこう折りたためて、ここにもデプスって入ってるな。ここの金びらにもデプスだし、あ、いいねいいねいいね、はいはいはい。これはまあどうだろう、なんかちょっと俺身長低いんでぶら下がっちゃって、まあ床つきそうですけど、ボックスとかねこう肩掛けバッグなんかに、つけていったりするんでちょうどいいサイズですね。でここがカチャンってねこう外れるようになっていて、でしっかりとくっつきますよっていうところね。だから使うときは、あーでかいの来たって、こう両手ないからね、実際の釣りのときはもっとマゴマゴすると思うんですけど、でこう伸ばすのか、はい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 、でこうなって、でぶら下げてね、糸を釣りっていうね、考えられてるコンパクトでも絶妙なこのデカバス対応のねヘッドの大きさっていうことで3つ届いちゃいましたね。どれもねかっこいいデザインが、そして実用的な軽さ、思った感じはね、これなんかもやっぱ改めて軽っていうね、感じ。ワンツーで、はい、スリーであって、こんだけネットがあればもうどんだけ魚捕まえられんだっていうね、そういうことになってますよ。いやーこれはね、まあそのエクフィールドに合わせて、まあ普段の俺の釣りなんかだともうこのサイズで十分かなってね、まあもしくはボートの時はこのやつを1本しておけばね、で結構コンパクトに車に積んでおけるんで、それも便利だなっていう感じですね。これはねやっぱり3種類買ってよかったななんて今思って、まあ基本的にはねこの1個があればレンタルボートの釣りなんかもええこと足りるかなーなんて、これでねそのままランディングネットとして使えばいいんですけど、これとこれを持ち比べた時のこれの圧倒的な軽さね、もう魚がかかってうわーうわーってなってる時にさっといけそうなこの柄の軽さ、これはやっぱこれも買ってよかったなっていうところで、で、問題のこれですよね。これでっかいな。これなんだろう。やっぱ琵琶湖とか池原とかだとやっぱこういうサイズが安心なんですかね。まあ頭がでかい方がビッグベイトとかねでかけた時とかミスらずにね救えるかなっていうね。ここがちょっと小さいと、魚は入ってないんだけどルアーのフックだけこのところにかかっちゃって。
で外れちゃったなんていうことがねあるかもしれないので、今日はいけるぞなんていうね日はもうこっちでねスタンバイしてね、例えば自分なんかだとあの関東のフィールドでいうと牛久沼ね、あそこなんか本当バイトが遠いからその貴重な一匹を絶対逃したくないんですよね。そんな時にはこれぐらい頭があるので、さっとねさっと安全に救えたらね、うん、ベストかなと思うんで、まあ関東においてもちょっと出しどころはあるかなね。ただここぞっていう時だけちょっとかさばるから車に積もうっていう、そんな感じですかね。まあとは言ってもね、こうここが折りたためるんで、うん、まあこんなもんですよね。車には忍ばしておけるような感じになるんでね。はい、というわけで、開けていきましたけども、これね届いてからちょっと経つんですけどね、なかなか開けてなかったんですよね。これはとんでもねえもんが届いたぞと思って、まあ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 、でもはい、映ってるかな、もうちょっと入りきるかな、こんな感じでね、うん、ランディングネット屋さんみたいになっちゃってます。はいね、でもねこれはね注文して非常に楽しみにしていたね、グッズが届いたんで、デプスのねあのウェブメンバーってのに入るとこういう、会員しかね手に入らないスペシャルなアイテム、これはまあもうデプスって入ってても入ってなくてもどれもね使いやすそうなね、グッズなんで、ほんとねいいですよ。うん、こんなのねほんとね釣り具屋さんでね結構高いんですよね。こういうシンプルなボート専用の軽快な絵がついていて、ちょっと希望なサイズのなんだろうヘッドの大きさ、あとここの深さとかね、うん、こういうのをねちゃんとね買おうとすると結構、うん、お値段が張ったんで、今回は、うん、なんだろうメンバー限定ってことで結構お得に買えたんじゃないかな、しかもかっこいい感じでね。はい、こちらというわけで、本日の釣り子 TV は、こちらね、デプスのウェブメンバー限定のランディングネット、これがね3種類届いたよっていう、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。